佐藤だ、宮川さんだ。首に巻くならマフラーないよ。蛇かなは。かっこいい。蛇、でっかい蛇をさ首に巻いてこうやって触るやつあるじゃん、うん、あれやってみたい。やってみたいね。ひんやりするとか。 A を選んだあなたはスリルを求めている。ギリギリを求めすぎて危険な行為をしてしまいそうになることも。危険かどうかなんてやってみなきゃ分かんないよ。まあ、スリルは多少欲しいよな、うん、どっちに住みたい？日本。あなたは人との交流が苦手で裏切りや拒絶を怖いと思っています。はい、あと少しだけ人を信じてみたい。人を信じて裏切られたりするのが嫌なんじゃんっていう、うん、とこだよね。だ、最初から人を信じないんだったらあれだよね。 その裏切りとかも怖くはない、うん、信じすぎちゃうからね、よくないんですよ。ゲームに切れる人たち。どっちがマシだ。なるほどね。出るか出ねえかな。まあその頂上によるけど、うん、おそらくこっちだと思う。苦しいよね、出なかったら多分、うん、出したらスッキリする。蹴りがましだと答えた人は心の奥では爆発したいと思っているのにうまく怒りを表しきれず溜め込んでしまう人です。そうだよ、ね、まあでもそうしないようにしてるっていうのもあるけど。浮き彫りが出たらどうやって殺す。あ、叩くのはちょっとスプレーでいいよね。スプレーだよね。スプレーでなんとか。スプレーで殺すを選んだ人は人をうまく使うのが得意な人。言い方やだね、うん、相手の特性を見抜き自分の手を抜く方法を知っています。あ、でもいいことだと思うけど、言い方だけがちょっと。一緒に暮らすなら片付けられない人、潔癖症な人。あ、確かに潔癖症はでもイライラされるでしょ、うん、片付けないはまだイライラする側だからいいかなって思っちゃう。自分がやってあげようとか。そうそうそう、うん、その相手にイライラされることで余計にイライラしちゃうから、うん、あ、そうなんだ、うん、これは A かな。 A の片付けられない人と暮らせる人はストレスはあまりなく精神衛生上は健康ですが不摂生が重なり虫歯や病気になりやすい人です。咳や鼻水が止まらないのはそのせいかも。まあまあ、あんまり、ね、ちょっと合ってんじゃない。うん、どっちかしかできないなら、よ、出世、結婚したくない。 B を選んだあなたは自分の将来に目を向けられる視野の広い人、他の人が気づかないことにも気づける。褒め合いして、うん、だって結婚できなくても付き合うことはできるんでしょ。そうだよって思うよね。ねえ、結婚が全てじゃない、困んなくないっていう。結婚が全てでしょ。飲むならどっち。腐った牛乳、虫が浮いている水。でも虫弾いて飲む。そうそうそう、虫が浮いてるの見えんでしょって思う。嫌、うん、だけど腐ってる方はさ、お腹壊すから絶対ね。 B を選んだあなたは神経質で物事を細分化するタイプ。頭の回転が早いので相手に質問することが多い。そうじゃん、頭の回転早いよ佐藤。嬉しい。バカだけど住みたい。住みたいのはどっち。終わりみたいね。住みたい。都心の風呂なしボラパ。ボラパ。駅徒歩1時間。でも風呂ないの嫌なんだよ。うんうんうん。風呂とトイレはないとさ、エアコンとだから1時間あるか。なんかこの前同じようなの選んでたよね、うん、あったよね。遠いくてもうんと頑張るわ。 B を選んだのとは学校や職場では謎の人と思われがちだけどその私生活はとても温かく家庭的なもの。何よりも私生活が一番大事。私生活一番大事、当たり前じゃない。ねえ、普通じゃない。ねえ、どっちを選ぶ。愛を見つけられる、金持ちになれる。わ、めっちゃ可愛くないこれ。悩ましいねこれね。でもお金を得てるのにずっと愛を見つけられないのは俺は嫌かも。愛を見つければなんとかできるって思えるかも。なんか大切、人として大切なものはやっぱ愛だよね、こっち選ぶなら、うん、しかもそれなんか別に失うことじゃないしねこれ、うん、A を選んだあなたは目に見えないものを追っているロマンチストな人です。まあ目には見えてんだけどな。